スタンダードクラスヒーロー西久保和樹くんとのバトルだ。俺に勝てるかな。負けないぞ。バトルスピリッツ、バトスピやろうぜ。 X ジャスティス橘と対戦するのはスタンダードクラスヒーロー西久保和樹くんだ。頑張るぞ。行くぜ。ゲートオープン、解放。ジャスティスの先行。モーション、レオニダー総召喚。はい。バーストを張らずにターンエンド。新キャプトを召喚で。ほう、なるほど。新キャプトでアタックで。アタック時の効果でレオニダースを破壊。やるな。ライフルを受ける。金効果を召喚。ターンエンドだ。サルマットを召喚で。なるほど。新キャプトでアタックで。ライフルで受ける。ことによりバースト発動。ジークヤマトフリードをバースト召喚。クリカルプトルを破壊だ。ターンエンドだ。ヤマトフリードでアタック、アタック値効果でサラマントルを破壊。はい、ライフルいきます。ライフルいける。ことによりバースト発動。そして進撃波で。なるほど。金庫核を破壊。結果1枚どうします。バースト1枚セットします。ではターンエンド。マグー召喚で。マグーか。アタックステップでコアが戻る。マグーでアタックで。ブロックだ。ムカリが破壊だ。破壊されたことによりバースト発動。マークオブゾーン。デッキからワンドロー。さらにコア2個をトラッシュに置いて破壊だ。ターザニアグレートでしょうか。はい。そして銀銅核を召喚。召喚時効果で金庫核を戻す。ではアタックセップ、はい、金庫核アタック。ライフルいきます。ターザニアグレートでアタック。ライフルいきます。ライフル受ける。では銀銅核でアタック。コスクさんなんだっけ。ヤマトフリード。ヤマトフリードをデッキの下に戻す。なるほど。ライフルいきます。ここで俺は行くべきか、守るべきか。いや、俺の正義を貫こう。心象ムカリでアタックだ。ライフルいきます。これが俺の正義だ。今回の勝者はジャスティス橘だ。西久保和樹くん、白熱の素晴らしいバトルだったぞ。ジャスティス橘のバトル解説。今回使用したのはコスト3以下の強力な優勝を集めた優勝デッキだ。ターザニアグレートや金庫核、銀狼核の効果で数を揃え、相手を圧倒し勝利したぞ。西久保和樹くん、いいバトルだった。君がいれば未来を救えるだろう。よろしく頼むぞ。対戦希望者はカートゥーンネットワークのウェブサイトへ今すぐアクセス。今回のバトルで使われたデッキレシピも公開中だ。バトスピトレーナー開催。トレーナーがバトスピを教えてくれるぞ。どしどし参加しよう。 This is my justice.